かくれです。今日は贅沢蜜や宮山梨県産白桃の三ツ矢サイダーさんの白桃ジュースですね、の動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。贅沢蜜や山梨県産白桃サイダーっていうんでしょうか、香り高く上品に甘く華やかにということで、果汁は 10% 未満、炭酸飲料という。それでは始めましょう。原材料名まずご一緒にご覧いただきたいと思います。まず砂糖類ですね、桃果汁に香料3ミリ量ということです。エネルギーの方は100ミリリットルあたり50キロカロリーですね。はい、こちらが贅沢蜜や山梨県産白桃の中身なんですけれども、すごい白濁りがしていて、桃の風味たっぷり的な見た目になってますね。なんかグダグダですね。それではこちらをチェックしてみたいと思います。あ、これはうまいですね。あれです。富士屋ネクターをちょっと薄くして炭酸放り込んだみたいな、めっちゃこうなんかまったりとした白桃テイストの炭酸ソーダ、炭酸ジュースですね、のテイストに仕上がっています。めっちゃ美味しいです。久々にいい、美味しいって思ったんちゃいますかね、三ツ矢サイダーさん。ちょっともう一回チェックします。あー、これうまいですね。そのジュースの舌触りが富士屋ネクターさんみたいにまったりとした感じで、コクのある白桃のテイストがよく出ていて、風味もしっかりしていて、あとまあ結構きつめの炭酸でさっぱりとした喉越しになってますでしょうか。なってます、すいません。おいしいです、すごく。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。